世界の鉄道は、デルプラドジャパンから発売されていた週刊デルブラドコレクションの第8弾。各号には N ゲージサイズのディスプレイモデルが付属している。700系新幹線 FP-45、アムトラック BR-218 東海道線、80系 TGV クラス A1、フライングスコッツマン、F シリーズディーゼル機関車。FP7C50 型蒸気機関車319、シリーズディーゼル機関車キファ81系ディーゼル、特急 HST125、インターシティ、アメリカンスタンダード、ジェネラル号 GP-20 型ディーゼル機関車、D51 型蒸気機関車、リーフ340-340、シリーズディーゼル機関車 BR-182-182 系電気機関車、F45 型ディーゼル機関車、NER クラス373、ホワイトローズ EF210 系電気機関車、スタンダードクラス 4MTDF4D ディーゼル、機関車、毛沢東号クラス GE6、6、クロコダイルリンフアベニュー100ビットリオエマヌエレ2、イットル480、ペンドリーノイットル490、アラリス、DB VT 11.5、トランスヨーロッパエクスプレス DRG クラス 1.10、E402B-120 クラス A4、マラード 503.1 系電気機関車、ブルボネ蒸気機関車、E424 型電気機関車、BB9300 系電気機関車、ミストラル SS8 型電気機関車、昇山号 NS1700 NS1700 系電気機関車、D4、4通型電気機関車、アドラー号 NS1100 系電気機関車、インターシティエクスプレス3アムトラック P42、ジェネシス BB22200 系電気機関車、V60 系ディーゼル機関車1047型電気、機関車1200系ディーゼル機関車、E18 系電気機関車、D345 系ディーゼル機関車172系、ディーゼルレールバス各国のデルブラドでは、世界の機関車として最大で100号が刊行された。ありがとうございます。